やハロー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジアジョギの浜です。現在6月14日水曜日の午前1時5分ですね。はい、ただいまですね、ゼロの使い魔、プリンセス星ロンドの、9話ですね、普通に見終えました。さあ、ここから久保さんはモブを許さない11話ですね、アベマ TV で見ていこうと思います。なお、アニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからんタイミングで広告入ってきますので、できればちょっとそれを我慢しつつ同時視聴していただくか、もしくは普通に視聴していただいた後で、あ、ここでこんなリアクションしてるんやっていうのを見ていただけたらと思いますので、お願いいたします。では行きましょう。3、2、1、スタートやっとこの日が来た。ああ、全国労働省。おお、前回交代やん。それ一人やろね、そら。おお、なーに？一度でも女子と映画に行ってみたい。あ、どうも、42歳、独身、14年彼女いない、女子との縁全くない男の川柳です。これもあと2話かね。自分アキナさんマジで好きですね。前回セーターの初めてのお使いが可愛かったね。はい、藤村好美さん作詞です。中川なつきですね。響きをふにゃむの。中川なつきですね。来週金曜日、中川なつき誕生日です。6月23日ね。映画館と表情筋。おお、ポニーテール。前回言ってたよね、ポニーテール。萩野台駅。前回言ってたですね。いいんじゃない。誓いのフィナーレの大前久美子のセリフですか。身長差が6センチだったね、そういえば。白石に捕まるんじゃない？
八比。これほんまにある駅かね。わあ、わあ、多いな。カーペットダウン。前回と違ってほんまのカーペットダウン。なんでここに先生がの3話やったか4話もこんなんやったな。都会の電車はこれやし困りますな。見えてないんやろね。相変わらず原理がわからへんね。これ腰砕けんじゃん。これハトリアルやな。わ、ナンパ野郎が来る。おおおお、まあそら言わんとな、そら。え、あ、ほだされた。悪いやつらじゃなかったな。7ポート7シネマ。わあ、あーちゃわお。
くんどくんどくん。楽しそう、ルンって。どんなケツアゴ彼氏やねん。あのうるせえやつらのつゆおさんめんこさんみたいなもんやなこれ。ない。ムチクボさん。コーヒー何歳の時から飲んだん。あ、キラキラが消えて真っ白になったな。あ、無数やな。コーヒー、カフェオレアなしにコーヒー、パリスコーヒー、タリーズかな。僕はブラックじゃないの？ああ。にがー言うんちゃう。おう。そらそうやろ。関節キス、関節と関節、関節キス。なんとけなげな。ブラック半分ぐらい飲んでから入れるといいですよ。美味しく飲むのが一番いい。半分ぐらいの時から入れるとね。
な、高校生に戻りて。さあ、白石的には甘かったわけね。おう、一発か。あ、太鼓の達人や。かわいい巾着。あ、消しゴム。ウサギの形だったな。映画の時間？ほんまや、7分後や。そわ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 。さよなら語彙力。好きを共有できるっていいね、ほんまね。皆さんいつもありがとうございます。あ、ほんで表情筋か。で、家まで送るんかな？お、おばあさんに席を譲ったね。
杉谷と徒歩5分とかだね、確か。そんだけ見てるってことやな。なんか白石がこういうんだったって、なんか何話かと思ったら、あ、終わった。なんか、雨のシーンだったよな。高柳、智代さん、何話やったっけな。そんなの無理に決まってんだろうじゃない、4話とか5話の最後ぐらい違ったっけな。3枚だかな。何枚だっけな、あれ。あ、2話や、2話の最後や。久保家で風呂を入れてもらったかな。こんなの誰でも意識するだろう言うてね。ちょっとそれ2話以来かな、白石が来ないなったん。ダイアローグ、かわいすぎクラスのエンディングもそうですね。はい、今回映画館と表情筋やったっけ？おお、うん。で、まずはその白石が、好きな、あれ漫画やったかな？の劇場版が出るということで、そわそわしてたところ、渚から、それ全巻買ったから一緒に行こうかと誘われてみたいね。で、行きの電車では、ナチュラルに壁ダウン。やけども体勢がきつかったってことで、ふにゃふにゃやったと。で、今回何回守った？渚のこと。これ1回目やろ、守った。で、次ナンパ。ナンパから守った。ただのナンパした奴らが悪い奴ではなかった。で、次が映画館で席がバラバラになってまうからってことで、次の回にしようかと。家まで送るでっていうつもりやったという。で、次がブラックコーヒーから守ったね、一応。いや、いいね。もう、白石君と同じものが飲みたいねんって言って飲んで、にがーってなってからね、白石の方も飲んだし。あ、間接キッス。で、やっぱり美味しく飲むのが一番やでっていう、至極当然なこと言ったけどね。自分もあの飲み方はやります。ブラックで半分ぐらい飲んでから、ガムシロと、ガムシロだけかな、自分は入れんの。ミルクは入れへんか。やっとね、一応量半分やから甘みが増すっていうことでね、やってますけども。それはええか。で、映画を見てる白石の表情筋がすごく動いてたっていうことだけども、普段クラスで動かしたら変なやつやろって、そらそうやね。でも表情筋動いてなくても白石君のことはよく分かってると言われたことで、最後照れてしまったと。青春やな。すごく青春やな。で、白石もよかったね。あの時も、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 俺はどないやったんやってことでね、赤面してしまう。さっき言ったように、2話の最後以来じゃない？この
なんかちょっと意識してしまったというのが、これだから来週最終回ですよね。どんなオチなのかな、これね。で、やっぱ彼氏ですばって言ったのは当然あれ本心というか、まあね、渚は確実に白石のこと好きやろうし、じゃなかったらここまでね、誘ったりいろんなことせえへんしね。じゃ白石が果たしてどない思ってんのかよね。ちょっと最終回、果たしてその2期に続くような最終回なのか、まあそれともね、1期で綺麗に終わるのか、まあそこも含めね、ちょっと非常に気になりますね。はい、ということで、久保さんはモブを許さない11話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここから僕の自己紹介になりますんで、短いんでよかったら聞いてください。はい、自分は世界唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段はやればできる諦めないを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしますけども、まあ、現在コロナの影響で約3年4ヶ月にわたって仕事がまともにない状態ですね。そんな中で一応アニメのリアクション毎日投稿を頑張ってます。1175日ですね、今日でね。はい、で、過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてるんで、こちらもチェックしてみてください。まあ、いろんなね、苦難を乗り越えてやってきてますんでね、ぜひとも応援しててください。で、僕の本職を当然知っていただきたいので、全て説明文を見れば分かるようになってますんでね、ぜひともチェックお願いいたします。はい、以上、アニメリアク職人ことマジライド芸人ハマーでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。